セスグリーンアップルの台湾イベントミセス台湾ライブ2024には5月22日に横浜アリーナで開催された。この日の台湾は次世代の注目アーティスト今瀬とミセスグリーンアップルと同世代であり、魅力的な楽曲で人気評価ともに高いクレバーなシンガーソングライター北に達也の2組。まずステージに登場した今瀬は、ファルセットと地声を変幻自在に使い分け、渚、ユートピア、シャインアウトなどを次々と披露。バンドアンサンブルに乗ってメインステージの左右、あるいはセンターステージへと会場をフルに使って、ポップな楽曲を軽快に歌い上げていく。MC では北に達也との交流についても触れながら、ミセスグリーンアップルさんは学生の時から自分も含め同世代がみんな聴いていて、そんな方と北に達也さんと一緒に横浜アリーナという素敵な舞台でライブができてとても嬉しく思いますと語り、いつかワンマンでやりたいな、横浜アリーナ楽しすぎますと喜びを率直に表すと、代表曲ナイトダンサーで会場を大いに盛り上げた。台湾ライブでのトップバッターは会場を温めることが役割などと言われることがあるが、まさしく今瀬は自身のキャラクターをしっかりと披露しつつ、見事に観客を非日常のライブ空間へとシームレスに誘ってくれた。続いて登場した北に達也は、自らハードなギターリフを炸裂させ、ロック感があふれるスターでライブをスタート。重量感のあるビートで悪魔の踊り方を歌うと、アップテンポの聖者の行進、ムーンシーフでは、会場から手拍子が起こり、パワフルさと色気のあるボーカルで観客を魅了した。僕は曲を作る人間として、勝手に大森元気という存在に打ちのめされ続けてきて、そういう長い旅路があって今日、ミセスグリーンアップル、そしてファンの存在のデカさに改めて打ちのめされています。僕が19歳の時に、何よ何よ、アルバム、プログレッシブ収録、2015年がリリースされて、それが、ハイパージェラシーでかっこ笑い。の僕はまだただのパソコン音楽家の大学生で、そこからいろんなバンドアーティストを追い抜いてここまで来たんですけど、ミセスはずっと上にいるね、かっこ笑い。でも改めてミセスファンの皆さんの顔を見ていたら、ますます音楽に対する意欲が湧いてきました。今日は本当にいい日だと思います。最後まで楽しんでいってください。北に達也 MC でこう語ると、化け猫、次回予告、ラポールを立て続けに歌った、北に達也。横浜アリーナという大会場にもかかわらず、センターステージなどには行くことなく、あくまでもライブハウス的に、メインステージのセンターで、バンドとパフォーマンスを展開させるあたりに、彼のポシリやスタンスといったものが感じられた。そして、ピアノと共に、私が明日死ぬならを歌い始めると、最後に、今日は本当に楽しかった。また会える日を楽しみにしています。と観客にメッセージを送り、青の住処でライブを終えた。しばしの転換タイムを経て、いよいよ、大鳥、ミセスグリーンアップルの登場だ。ステージには、ミラーボールがきらめき、元気にしてますか？最高の日にしましょう。よろしく、という大盛りの言葉から始まった一曲目は、チアーズ。この日のミセスグリーンアップルは、デイ1のロックモードとはまた、一味違い、ホーム感があふれる会場で適度にリラックスした表情を見せながら、バンドのポップな側面を軽やかに演出していた。続けざまに、ワン、ツー、スリー、フォー、というカウントで、アボイドノートへ。大森はギターを弾きながら歌い、藤沢は
ステージフロントで観客を煽る。そんな中で寡黙に、かつ堅実にギターを弾く若井。リズム隊は、デイ一同様、ドラムに、神田亮、ベースが、三鴨本亮介という、万全の布陣だ。この曲が終わると間髪入れずに、ドラムソロ的プレイから、大森と若井が奏でる、インフェルノのイントロへ。藤沢が横あり、とシャウトし、サビ前には、大森の、いけるか?という掛け声で、会場は一気に、興奮のるつぼと化していった。ここで、一旦ギターを置いた大森は、ステージ上で油をかいて、ブリザードを歌い始める。しかしそれは、ただ座っているのではなく、その状態で、コンテンポラリーダンスともいえる、身体表現を織り交ぜながら、歌詞の世界観を視覚的にも表し、それと同時に、一般的には、線が細くなりがちなファルセットのフレーズを、芯のある太い声で歌い上げていく。こうした、大森の、躍動と、藤沢が奏でるピアノの、静寂な響きのコントラストが、実に、印象的。そこから、デイ1以上に、劇場的だった、ロンリネス。複雑なフレーズをメカニカルなバンドアンサンブルで見事に、こなしていく。プロポーズへとステージは続いた。次に披露されたのは、4月に配信リリースされた、新曲、ライラック。原曲にはない、リムショットを生かしたドラムと藤沢のエレクトリックピアノの柔らかな響きから、若井がタッピングを駆使した、イントロフレーズを放つと、勢いを加速させて、バンドイン。大森が青に見た酸っぱい春とライラック、何を経て何を得て大人になってゆくんだろうと歌う。そのラスト全員が揃って歌うシーンでは、若井の真横から捉えた3人の横顔がステージ両サイドの大型 LED スクリーンに映し出され、その歌詞フレーズと合わせてとても印象的な場面を作り出していた。この曲は大森がメディアで公言しているように大人の青春ソングであり、6年前にリリースした彼らの代表曲青と夏のアンサーソング。その青と夏が継いで歌われ、青と夏を経てたどり着いたライラックという楽曲の奥深さと、ライラックを聴いた後に届けられる青と夏の眩しさという2曲の相乗効果によって、この日のライブはクライマックスを迎えた。そのエンディング、若井が弾く明るさと切なさが詰まったアウトロのフレーズ、それを藤沢のバッキングが支え、そこに大森はフェイクをふんだんに入れながら、青と夏を終えると、そこから30秒以上の長い沈黙を挟んだ後、大森のブレスをきっかけに始まったのは、ソランジであった。楽曲全体が、少しずつ熱量を帯びてクレッシェンドしていき、祈りにも近い思いが最高潮へと達した後、藤沢のピアノがその余韻を永遠のものとしていく。皆さん、楽しんでますか?ようこそいらっしゃいました。大森元気ここで、大森が MC を挟むと、若い、藤沢も言葉を続けた。最高じゃないですか。ね、楽しいよね。今瀬さんも北に達也さんも最高のライブを届けてくださって、かっこよかった。かっこよかったよね。若いひろしと皆さん、楽しんでますか?いやね、昨日は乃木坂46さんに出てもらいまして、今日は今瀬さん、北に達也さんと豪華な皆さんとお送りできて、嬉しく思っています。藤沢亮が二人の感想にうなずいていた大森は、リリースされたばかりのディアを紹介し、やってもいいですか?と、最新曲を披露。性をテーマとした壮大な歌詞とサウンドをロックマナーで表現した点にミセスグリーンアップルの新境地が感じられる曲だ。これを歌い終えると、すぐさま、フロアタムを生かしたドラムのビートに合わせて会場から手拍子が起こり、藤沢のソフトなピアノの音色が重なっていく。
すると大森の勝負だというシャウトをきっかけに若井がマジックのギターリフを弾き始めた。ステージ前方では花火のようなスパークが吹き上がり、ステージと客席が一体の大合唱となった。そして最後の MC で大森は満員の観客にこう語りかけた。7月に行いますスタジアムツアー前人未到とウェルトライン命名権がソールドアウトとなり、この夏に15万人を動員するということで本当にありがたいです。もっとありがたいことに、行けないよ、チケットが取れなかったよという方がいらっしゃると聞きまして、定期公演をしようと K アリーナで10月に8日間に及ぶ定期公演ミセスグリーンアップルのハーモニーを行います。こちらはなんと16万人。でもね、我々が届けるのは数じゃないですから。一人カズトに向かって歌っていますので、また会いに来てください。いいですか、大森元気こうしてライブを締めくくるのかと思いきや、前日のデー1に続いて、さらに言えば去年のミセスタイバンライブに続いて、イマセ、ナイトダンサー、そして北に立つや青のすみかのワンコーラスをカバー。曲を間違えちゃった。大森というユーモアはもはやミセスタイバンライブ恒例となりつつあり、むしろすでに対バンの何の曲をカバーするのかなという新たな楽しみにもなっている。もう次回が楽しみだというファンも決して少なくはないだろう。そしてまた会いましょう。大森という言葉でケセラセラが歌われ、2日間にわたるミセスタイバンライブは大蔓延を迎えた。例にでの言いませ北に達也との対バン、さらに01の乃木坂46という今年の顔ぶれを見ると、そこには今のミセスグリーンアップルならではのラインナップといえる特徴が色濃く感じられる。言ってみれば01の乃木坂46で横方向の X 軸を引き伸ばし、02の今瀬と北に達也で縦方向の Y 軸を広げていこうという面で、音楽エンターテインメントを拡張させていこうという試み。これはミセスグリーンアップルによるエンターテインメントをより多面的にしていこうという啓蒙活動と言えるかもしれない。そんな中でこの日、今瀬と北に達也が揃って、いつか自分もここ横浜アリーナでワンマンライブをやってみたいといった趣旨の MC をしていたことが実に印象的であった。というのも、かつてはミセスグリーンアップルも横浜アリーナでのワンマンを目標に掲げ、2019年 AREMA ツアーエデンの嘘のでそれを実現させた。その際、メンバー同士で心から喜び合っていた姿を覚えているファンは多いだろう。そんな彼らが今では同世代や次世代アーティストを横浜アリーナに連れてくるという役割を担っているのだ。そして彼らは自身の立場を十分に理解した上で、今年のミセスタイバンライブ2024に臨んだはずだ。そうやってミセスグリーンアップルは今なお面を増やそうと活動を続けている。昨年のドーム公演アトランティスのエンディングで、大森は僕らの根本は変わらずに多面的になろうとしましたと語った。フェーズ2以降、特に昨年のミセスグリーンアップルはことめに見える部分での活動において、自分たちはであると自らを定義せず、ありとあらゆるものになろうとしていたし、実際に挑戦していた。それは、ミセスグリーンアップルってでしょというパブリックイメージ、もっと言えば、バンドやミュージシャンという既成概念との戦いであったと言っても、良いだろう。そうした1年間の活動を通して、あらゆる物事に意欲的にチャレンジしてきたから、彼らだからこそ、様々な場面で得た独自の経験値を
自身のエネルギーとしてフィードバックしている。その一つの結果が今回のミセス台湾ライブ2024だったように思える。彼らは自身の基盤を築くというタームはとうの昔に終えており、今やエンターテインメント全体を牽引していく少ないリーダー的存在の一つになりつつあると、そんなことを強く感じさせた2日間であった。取材文世雄一郎撮影田中翔太郎写真事務所マッサヤッマウチを終えたミセスグリーンアップルミセスタイバンラップ2024年5月22日。カナダは横浜アリーナセットリスト、今瀬01、渚02、ユートピア03、シャインアウト04、ハバナイスデー05、ナイトダンサー06、ハッピーオーダー、北に達也01、スカ02、悪魔の踊り方03、聖者の行進04、ムーンシーフ05、化け猫06、次回予告07、ラポール08、私が明日死ぬなら09、青のすみか、ミセスグリーンアップル01、チアーズ02、アボイドノート03、インフェルノ04、ブリザード05、ロンリネス06、プロポーズ07、ライラック08、アウト、夏09、ソランジ10、ディアー11、マジック12、ケセラセラ定期公演、ミセスグリーンアップルオン、ハーモニー2024年10月5日、土曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン16時30分、スタート18、10月6日、日曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン16時30分、スタート18、10月9日、水曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19、10月10日、木曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19、10月15日火曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19、10月16日水曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19、10月30日水曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19、10月31日木曜日、神奈川、K アリーナ、横浜オープン17時30分、スタート19時、モンソゴー東京0334-09999、チケットリンゴジャムシート、2万円、税込み、特典付き、詳細は後日発表、SS 指定、1万5000円、税込み、特典付き、詳細は後日発表、S 指定、1万2800円、税込み、着席指定、12,800 円、税込み着席指定な小さなお子様や、コンサートを座ってご覧になりたい方のためのお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。応募方法、https://mrzgreenapple.com/news/detail/2026?スタジアムツアー全日ミッドベルトラップ、命名編2024年7月6日土曜日のエビアスタジアム神戸、7月7日日曜日のエビアスタジアム神戸、オープン16時30分スタート18時30分門、共同インフォメーション0570200888。7月20日土曜日横浜スタジアム、7月21日日曜日横浜スタジアム、オープン16時30分、スタート18時30分、もう速報東京0334-05999、チケット指定席、12,800円、税込み雨天決行、降天中止、4歳以上のお子様より、チケット必要、3歳以下のお子様はご入場できません。年齢はご来場の公演当日、時点、営利目的の転売禁止、デジタルシングル、ディアー2024年5月20日月曜日、配信リンク、https://lnk.2/、マガディアー iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE Music、Spotify などの音楽配信サイトにて配信中、映画、ディアファミリー主題歌映画、ディアファミリー2024年6月14日、金曜日公開原作、清武英里、アトムの心臓、ディアファミリー23年間の記録。
文春文庫監督、月仙沼脚本、林民男主題歌、ミセスグリーンアップル、ヘア音楽、金松秀出演、大泉洋、菅野美穂、福本莉子、荒井美和、上杉周平、徳永絵里、満島真之介、戸田奈緒、川井里奈、有村架純、松村北斗、三石研製作プロダクション、東宝スタジオ配給、東宝設営期間、2022年12月4日から2023年2月4日、C2024、ディアファミリー制作委員会公式サイト、dear-family.toho.co.jp 公式 X、ディアファミリー公式インスタグラム、ディアファミリームービー公式 TikTok、ディアファミリーストーリー、ただ娘の命を救いたい、その一心だった。生まれつき心臓疾患を持っていた幼い娘よしみは余命10年を突きつけられてしまう。20歳になるまで生きられないだと日本中どこの医療機関に行っても変わることのない現実。そんな絶望の最中、小さな町工場を経営する父信正は、じゃあ俺が人工心臓を作ってやると立ち上がる。医療の知識も経験も何もない信正の破天荒で切実な思いつき。娘の心臓に残された時間はたった10年。何もしなければ死を待つだけの10年。坪池は、よしみの未来を変えるために立ち上がる。絶対に諦めない家族の途方もなく大きな挑戦が始まる。